下村治む8月27日から2018年10月19日は生物学者。学位は理学博士。ボストン大学名誉教授、ウッズホール海洋生物学研究所特別定席、研究員、名古屋大学特別教授。有機科学、海洋生物学を専門とする生物学者、中でも生物発光研究の先駆者であり第一人者。 旧制長崎医科大学、名古屋大学、プリンストン大学、ボストン大学、ウッズホール海洋生物学研究所などに在籍し、発光生物についての研究を継続。その中の一つ、オアンクラゲの緑色蛍光タンパク質の発見は、その後生命科学、医学研究用の重要なツールに発展して2008年のノーベル科学賞受賞に結びついた。 2010年頃にはアメリカ合衆国のマサチューセッツ州ファルマスの自宅に設置した発酵タンパク質研究室で研究を継続していた。身長は182センチメートル。京都府福知山市に陸軍軍人の家に生まれる。土の成果は長崎県雲前市水穂町にあり代々商屋を務めた名家。現在は10枚が在住している。満州国。 長崎県佐世保市、大阪府東西住を経て、旧正中学生の時母の実家、長崎県諫早市に疎開し、勤労動員生活を送る。旧正長崎県立佐世保中学校、大阪府立住吉中学校を経て、16歳の時、諫早市にて、原爆に遭遇。終戦後、長崎県立諫早中学校を卒業。旧正中学卒業後は、 旧制高校進学を志すが、中学時代に全く勉強をすることができず内心書を取得できなかったため断念。戦後、長崎市への原子爆弾投下により、校舎が破壊されたため、諫早市小野の下村の自宅から見える近所に移転してきた旧制長崎以下、大学附属薬学専門部に進学し、1951年卒業。 旧制中学時代は勤労動員のため全く勉強することができず、進学した薬学専門部も、抽選直後の中高空気上院養成所を借りた仮校舎でろくな勉強もできないまま卒業したため、知識を習得したのは名古屋大学での研究生時代以降だという。薬学専門部卒業後、武田薬品工業の研究職を志すが、面接担当者に、 あなたは会社員に向きませんとの忠告を受け断念。下村はこの時の経験を、初めから会社員死亡でなかったことに加え、面接時に不愛想な態度を取ったからと口述している。就職試験に落ちた下村は、長崎大学薬学部の安永俊吾教授の下で、実験実習指導員を4年間務めた。安永は、下村を研究者として育成し幅広い知識を、 習得させるため、分子生物学で有名な名古屋大学理学部の江上、藤尾教授のもとに一年間内地留学させたいと考えた。1955年春、安永と下村は名古屋大学を訪れたが、工場は不在。代わりに応対した有機科学の平田義正教授は、私のところにいらっしゃいと下村に行った。下村は分子生物学も、 有機化学も当時は知らなかったので、天の指図だと思い平田教授の有機科学研究室に行くことを決めた。1955年から平田の有機科学研究室に研究生として所属。平田から与えられた研究テーマは、海ホタルのルシフェリンの生成と結晶化だった。これは、プリンストン大学のグループが20年以上も前から、 解決しようとしていた、極めて難しい問題であった。下村は、研究に没頭。10ヶ月後の1956年2月に、努力が実を結び、海ホタルのルシフェリンの結晶化に成功した。27歳のかむの成し遂げた業績であった。その後も実験を続け論文として発表した。この間、1959年には、長崎大学の助手となる。 プリンストン大学のフランク・ジョンソン教授は、下村の論文に感銘を受け、プリンストン大学に、昌兵1959年、下村は受託した。平田はハーバード大学留学体験から、博士の学位により、報酬が倍増されることを知っていたため、博士課程の学生ではなかった下村に博士号を与えた。1960年4月に、 海ホタルルシフェリンの構造の論文に対して、名古屋大学から理学博士号が授与された。1960年8月に横浜港から日川丸にて渡米した。その後も平田のことは恩師と仰ぎ、2000年に平田が死去した後も論文を書くたびに平田の自宅に送ったり来日して同門の研究者と墓参りをしていたという。 ノーベル科学賞受賞後の取材では、恩師の平谷一番に受賞の喜びを伝えたいと述べた。博士号取得後、名古屋大学で従事した海ホタルの研究が評価され、1960年8月からフルブライト小学生として、プリンストン大学に博士研究員として留学、フランク・ジョンソン教授に指示し、オアンクランゲを研究する。 1963年9月に帰国後、名古屋大学理学部附属水質科学研究施設助教授に就任。しかし、アメリカ時代とは異なり思うような研究ができず、またこの時結婚をして長男が誕生していたため、生活環境を変えることに迷いがあったが、妻の助言もあり、1965年にプリンストン大学上席研究員職を得て、再び渡米。 研究拠点をアメリカに移す。下村はこの時の経験を安定した収入と職場を捨てるリスクを伴う海外移住であったが若さゆえにできたと口述している。2008年12月7日、スウェーデン王立科学アカデミーにて1960年フルブライト小学生として渡米。プリンストン大学でジョンソン教授に指示した後、 名古屋大学助教授としての期日期間を挟んで1965年、サイトベイ。その後、1965年10月から1982年まで、プリンストン大学上席研究員、1982年から2001年まで、ウッズホール海洋生物学研究所上席、研究員を務める一方、1981年から2000年までは、 ボストン大学医学部客員教授を兼任した。2001年にはボストン大学名誉教授となる。研究活動を通じ、海ホタルオアンクラゲなど、発酵生物の発酵メカニズムを次々と解明するに至った。中でもプリンストン大学時代に、フライデーハーバー実験所で行ったオアンクラゲからの、イクオリン及び、緑色蛍光タンパク質の発見とその後の研究は、 生物発行の学問の世界にとどまらず、今日の医学生物学の重要な研究ツールとして用いられ、医学臨床分野にも大きな影響を及ぼしている。主たる研究活動の場が米国であったため、ノーベル賞受賞まで日本での知名度は低かった。2001年に、ウッズホール海洋生物学研究所を退職してからは自宅に研究室を作り研究を続けている。 2007年1月に、緑色蛍光タンパク質の発見と生命科学への貢献により、2006年度朝日賞を受賞。2007年長崎大学名誉交友の称号を受ける。2008年に、緑色蛍光タンパク質の発見と開発によって、マーティン・チャルフィー、ロジャー・ワイチエンと共に、ノーベル科学賞を受賞。2008年、 ウッズホール海洋生物学研究所特別定席研究員及び名古屋大学特別昌平教授就任2009年名古屋大学特別教授2009年1月1日付で福知山市名誉市民3月21日に佐世保市名誉市民翌22日に長崎県名誉県民検証を受けるまた母校の一つである 佐世保南高校に検証費が混流された。2010年4月2日、おわんクラゲで縁がある鶴岡市立鴨水族館で、1日名誉館長を務めた。2010年4月6日には、母校の長崎県立伊佐早高校に銅像混流。同年4月7日には、長崎大学にメダルのレプリカを対応している。2014年には、下村家の親族の墓所がある。 埼玉県深谷市から深谷市新前大使に移植された。2018年10月19日6時15分、老衰のため長崎市で死去。90歳没。の十三位。疎開先の長崎県諫早市で原爆を体験している。下村は親が職業軍人だったので転勤に伴い転々としたが、長崎とそこでの学生生活が、 自分の原点であり、故郷であると、講演で話している。また、ノーベル賞受賞決定後のインタビューで、これまでの受賞者は、旧帝国大学の出身がほとんど、いい学校に行かなかったから良い研究ができなかった、そんな考え方はやめてほしいねと語る。アメリカ合衆国に居住しているが、国籍は日本国籍のままである。下村は、なんでわざわざ、 アメリカ人に代わる必要があるの日本人でもアメリカに住める。研究費を取るにも差別はなかったし、ほとんど不便は感じないと述べる。受賞連絡直後に、受賞するなら生理学、医学賞ではと考えていたので、科学賞の受賞は全く期待していなかった。科学賞は予想外だったと語った。下村は発酵生物の研究を50年間もの間、 中断することなくずっと続けられたのは多くの共同研究者や同僚の支援があったおかげと感謝している。また自分のすべての研究は三人の恩師に導かれて生まれてきたと述べている。安永には薬学から科学へ先行を変えるように進められ、平田の有機科学研究室で研究ができるように手配してくれたことを平田には海ホタルのルシフェリンの結晶化という 極めて難しい問題を与えてくれ、結果的に研究者としての経験、知識を身につけるのに役立ったことを、ジョンソンには、オアンクラゲのテーマを与えてくれ、20年にわたって、イクオリンの問題解決を支援してくれたことを、感謝している。下村は、大いなる尊敬の念を込めて3人の恩師に、実著のバイルーメネッサンスを捧げる胸、その序文に記している。受賞の知らせを聞いた直後にも、 三人の恩師に導かれ、今日があると奥ゆかしく語っている。2008年12月のノーベル賞受賞記念公演の中でも三人の恩師を顔写真入りのスライドで紹介し、感謝の気持ちを表している。カモ水族館で展示されているオアンクラゲの発行2008年ノーベル科学賞を受賞すると、その受賞理由となった緑色蛍光タンパク質が、 オアンクラゲ由来であることも報道され、オアンクラゲを飼育しているクラゲ水族館こと、鶴岡市立鴨水族館が注目された。これにより、同館の入館者数が通常の1.5から2倍に増加した。同館で飼育されているオアンクラゲは、自然界から採取した生態は発光するものの、人工繁殖で世代交代させると発光しなくなっていた。 そのことを聞いた下村が2008年10月24日に直接同館に電話をし、セレンテラジンをエッサに混ぜれば2週間で光るとアドバイスをした。そして、下村の紹介で、三重大学大学院生物資源学研究科の教授、寺西克林からセレンテラジンを譲り受け、発酵実験に取り組んだ。2008年10月、 アメリカ合衆国の音楽学校生の下川和美がピアノ曲ダンスオブザイッカリーを作曲して下村に研曲したところ2009年6月12日に当館の BGM として推挙したこれを機に当館に下村のパネルコーナーが設置され同局の BGM 仕様も開始された2010年4月2日には下村が初めて来館し1日名誉館長を務めた その後2011年3月に同館では来館した際の写真やおわんくらんげを用いた切手シートを発行30枚を下村に送った。翌4月にこのうちの15枚が鴨水族館に下村のサインが書かれて送られてきた。同年3月11日の東日本大震災で大きな被害を受けたマリンピア松島水族館に その一部と水か桜げ花が桜げが送られた。祖先は昭さむは14代目にあたる。息子の下村つとむは、カリフォルニア大学サンディエゴ校、主席特別研究員を務めており、コンピュータセキュリティ専門家として知られている。1990年代にはつとむは、連邦捜査局に協力し、ケビン・ミトニックの逮捕に貢献しており、そのエピソードは、 ザ・ハッカーとして映画化された。ありがとうございます。